マネが、ゆりかご天外付き揺らせるベビーベッドベビーベッドの中に、いる、ニュージスウェーデンのカール12世のベビーベッド1465年頃の、ベビーベッドとガラガラ、和歌山電鉄、おもちゃ電車、ベビーベッドは、ニュージのためのベッドのことである。アメリカ英語、クリブといった場合は、家畜に飼料をやるための、貝馬、桶け、まぐさといった意味や、家畜小屋の意味も持つので注意。 語源的には、コテージと関連したものである。ベビーベッドは、新生児が少し動くようになって、もはやゆりかご、新生児用かご型ベッドの中に置くのは安全ではないと思われるようになった段階から使われる。西洋では、日本のように乳児と添い寝する習慣が一般的でないため、乳児を寝かせるためのベビーベッドを使用する過程が多い。インドからの木のゆりかごベビーベッドは、乳児を ベッドの中に留めておくために設計されている。両側の側板は、幼児がよじ登ることができないくらいの高さにし、足場も設けられていない。重心は低く、幼児が多少成長して、ベッドの中で転んだりしても、ゆりかごよりも安定して、倒れにくくなっている。アメリカ英語でユークリブは、一般に、ベッドの両端を持って、真ん中で折りたたみ、転がして、 持ち運びのできる簡易ベッドのことである。こうしたクリブと呼ばれたベッドは予期しない来客で通常のベッドが空いていない場合に一時的に使用するためのものである。クリブは軍隊でも移動用ベッドとして使われている。キャンプからキャンプに一緒に移動していく。中には持ち運びの便や軽量ということを考えて木枠にマットレスを乗せて使うようなものもある。ちなみに 病院の病室で用いられる簡易ベッドもクリブである。古くから親が乳児と布団で添い寝していた日本においては、ベビーベッドはその名の通り西洋文化の家具の一つであった。高度経済成長を迎える頃までの日本では、歩行ができるようになった乳児が起きている時に、立ち回って怪我などしないように、藁を編んで作った、えじこや、いずみと呼ばれた容器に上半身を出し、立たせて止め置いた。 またわらは断熱材でもあり、泉は木製を筆をさらに小さな布団などで、くるみご飯の保温器としても使われた。泉、岐阜県郡上市名法歴史民族資料館、2009年2月1日閲覧、ありがとうございます。